新潟県警察の原子力関連施設警戒隊を激励する佐藤秀彦警察庁長,長官原発特別警備部隊は原子力関連施設の防護を任務とする日本の警察の部隊原子力発電所等が立地する同県警察本部の機動隊において専門部隊として設置される人件費や警備費用の全額を国庫が負担しており電力会社は経費を負担しない 当初は原子力関連施設警戒隊、後には原発特別警備隊とも称されていた。2001年のアメリカ同時多発テロ事件を受けて、警察では重機対策部隊による24時間体制の原子力関連施設の警戒を開始し、その後も艦区機動隊を中核として警戒が続けられた。翌年には 2002FIFA ワールドカップ警備のため、 管区機動隊が動員されることになったことから、警察庁では12道県にある16施設の商業用原子力発電所に対し、所轄の道県警察機動隊の重機対策部隊を配備することとし、これを原子力関連施設系がいと称した。また要員が足りない福井や宮城など6県警には全国から応援部隊を派遣して対応した。 当時の原子力関連施設警戒隊は臨時編成であり専門部隊ではなかったがその後も2003年のイラク戦争に伴うテロ警戒強化の際にも編成された特型遊撃車を駐車し MP5 を携行して警戒する単員原子力関連施設のある全国16道府県警察本部の機動隊に編成されているが下記の福井県警察の先住部隊を除き 基本的には、艦区機動隊の隊員が人気性、交代制で警戒隊に出向するという形を取っている。原子力関連施設の警戒部隊について、警察庁では重機対策部隊として位置づけており、一般の重機対策部隊と同様に、短期艦銃や狙撃銃、特型警備車を備えていた。また原発特別警備部隊については、 重機対策部隊としての装備に加えて、自動小銃、NBC テロ対処や爆発物処理のため、化学防護服やマジックハンドなども備えているとされている。なお、原子力関連施設の多くは海に面していることから、海上保安庁とも連携した警備体制が構築されており、巡視船艇の巡回経路に組み込まれているほか、柏崎刈羽原子力発電所では巡視船が常時、 展開し、同所及び、島根原子力発電所では、モーターボートも配備されている。2000年、福井県警察本部生活安全部の自動車警ら隊が、警備部に冷蔵外されて、峰南機動隊として発足した。当初は、原子力関連施設の警戒警備を含めた、峰南方面の警備事象に対応するとともに、中部管区機動隊の福井小隊としての役割も、 になっていた。そして2004年、同体内に、警部を隊長として、2個小隊編成の原子力関連施設警戒隊が設置された。これに伴い、機動隊は10名増員されて、約70名体制となり、うち38名が、警戒隊の専従要員として振り分けられた。また2013年には、峰南機動隊はさらに39名、増員されており、 2014年の時点で、この原子力関連施設警戒隊は、全国唯一の先住部隊とされていた。ミネ・ミナミ機動隊は、主として、ミネ・ミナミ地域における原子力関連施設等の警戒、警備活動を行うものとされており、同地域で原子力発電所施設以外の災害や、その他事象がある場合は、福井市にある県警機動隊が対応することになっていた。 ミネ・峰南機動隊は、福井県警察に所属していたものの、経費は国の予算から支出されており、警視庁の東京国際空港テロ対処部隊や、千葉県警察の成田国際空港警備隊とともに、機動隊に準じた部隊として位置づけられていた。また2020年3月には、テロ抑止効果を高めて、県民の安心感を醸成するため、ミネ・機動隊は、 原子力施設警備隊に解消されて、明日ともに原子力施設の警備活動へと潜入することになった。ありがとうございます。